ける。何が起きた？ここはどこだ？
キャスカ血祭りにあげてやる。回ずり回っているのか。クリフェース！お前が欲しいんだ。俺も欲しいんだ。それだ。思い人は一人にする。お前は自分の戦をするんだろ。時は乱世、ミッドランド王国とチューダー帝国は100年にも及ぶ長き戦いを繰り広げていた。戦を生業とする傭兵団は流星を極め、戦争は彼らのものとなっていた。ここにも戦に身を投じる傭兵が一人。
将首を挙げた者には褒美は思いのままだぞ。工場兵器で城壁を越えるのだ。取り付く敵を排除せよ。でかい剣だな。あんな長いもん振り回す気か。若いやつは見え張りたがるから。バカ、ぶっ殺されっぞ。でぶった切っていくか。俺も負けてらんないな。敵に登れ。上から侵入するのだ。ここは命の張り所よ。がっぽり稼ぐぜ。早い者勝ちだな。Yeah!
だ。敵はひるんだぞ。残らず殲滅せよ。これでは近づけん。あの投石機を破壊するのだ。報酬上乗せしてほしいもんだぜ。門を突破できん。あの投石機壊せんのか。大したもんだ。中の者がやってくれたようだな。全軍城内へ突入せよ。お先に。バズーソだ。バズーソってあの30人斬りの熊を素手で倒したという。どうした、頭を叩き割られた奴から前へ出ろ。あいつがあっちの稼ぎ頭か。勝負はここからぞ。
かけるぞ。負けられるかよ。腰抜けどもが金玉が縮み上がっておるわ。何をしておる。奴を討ち取って名を上げんか。いくらだ。俺は傭兵だぜ。あんたと違って名誉じゃ飯食えねえんだ。よかろう。見事奴を討ち取った暁には金貨10枚、いや7枚だぞ。セコい野郎だ。小僧、後悔するぞ。銀貨7枚でその頭を叩き落とされるんだからな。戦場に立つとは、そちらは相当の兵員不足と見える。そう、いい気になりよって。へえ、すごい奴がいるもんだな。ねえ、グリフィス、あんたとどっちが強いかね。くだらないことを聞くな。グイフスの方が強いに決まってるだろ。待たれよ。貴公の腕前、まことに感服の至り。このバズーソOh, yeah! Ha! Ha! Ha!
給料2ヶ月分と今回の報奨金だ。なあ、考え直す気はないのか。給料は3倍私分に取り立ててもいいと言ってるんだぞ。あちらさんは俺たち傭兵にしてみりゃ夢みてえな話じゃねえか。夢食えんのかそいつは。待て、地位も金も保証すると言ってるんだぞ。何の不満があるんだ。嫌いなんだよ、窮屈なのは。次